カのメゼンは、日本の海軍軍人。太平洋戦争開戦前の推進準備にあたった、兵備局課長で、海戦時の軍令部専任副官、北方部隊の幹部、大港警備不参謀長を歴任し、終戦後は、大港地方副院局長、横須賀地方副院局財務処理部長を務めた、海軍少将で、後に、 米海軍横須賀基地警備隊の初代警備隊長に就任。艦長を務めた天竜1870年に浦賀に移住した藍津藩士、鹿のめつねの孫として、1893年、神奈川県三浦郡浦賀町で生まれた。横須賀中学校を経て、1916年に海軍兵学校を卒業後、小位候補生として軍艦、常磐に乗り組み、 北米及び南洋諸島を開港。1917年12月に海軍少尉任官、海軍兵学校44期。席次は入校時、卒業時とも47番。同期に松田千秋、黒島亀と島本九五郎らがいる。カノメは海大航海学生を修了した航海河川講師官で大位。 少佐時代に六官で公会長を務めた。公会長を務めた、艦海大講師を卒業後は、軍令部副官をはじめ人事局局員、欧米各国出張、第三戦隊参謀、軍令部出資権皇族府部官、高松宮信人新郎夫などを務めている。1939年11月大祭進級し、天竜官長となった。 1940年10月15日、軍令部出資券海軍省出資として軍務局第2課で勤務し11月1日には同課長となる。しかし2週間後の11月15日に兵備局第3課の初代課長に移動した。この日は推進準備第1作業の発動日でもあった。かの目はわずか2週間で軍務局第2課長から転任しているが、 この交代には、軍務局を改編し、国防政策を担当させる背景があった。後任は、第一委員会を主導することになる、石川慎吾である。かのめが兵備局課長として、一端を担った、推進準備は、艦艇や部隊を戦時体制に移行させる、準備作業である。戦後陸軍関係者から、推進準備は、海軍の大衛米戦争体制への移行を示し、 南部仏院進中、海戦へとつながったとの指摘がある。しかしすでに日独位三国軍事同盟成立、北部仏院進中などが起きており、また、海軍の推進準備には、時間が必要であることから等を得ていないとの反論がある。なお、同僚の兵備局の第一課長は、橋本像作り、第二課長は、港形城であり、いずれも、 カノメと同日に発令されている。この推進準備は、主な艦艇200隻、飛行機1277機に及び、5、6ヶ月を要するものとされていた。実際、カノメの軍令部専人副官への転任は、6ヶ月を経過してからである。この作業は、日本海軍にとって、日露戦争以来のものであった。局の将む、運輸水路び、 海上保安船舶調査、船舶利用通商保護1941年6月には、軍令部専任副官となり、日米海戦を迎えた。1942年7月、日本北方を担当する第五艦隊府となり、多摩艦長に就任。陸軍部隊をアッツ島に輸送し、1943年3月27日には、アッツ島沖海戦に参戦した。 同年7月に、大港警備不参謀長となり、1944年10月少々へ、昇進。第12航空艦隊参謀長を兼務したが、終戦を迎える。警備隊員を採掘する、カノメ警備隊長7月21日海兵隊司令、EL ライマン大佐と共に、月齢採掘を行うカノメ隊長3月12日、終戦に伴いカノメは、 予備役となるも重印招集を受け、大港地方福音局長官、大港地方福音局長を経て、1947年1月1日に、横須賀地方福音局残務処理部長に就任し、終戦業務に従事した。一方、1945年9月2日に、幸福文書調印式を終えた、連合国軍、特に、アメリカ軍は、旧横須賀鎮守府を、 補給基地として強化していくことを決定し、占領に際して基地内に臨時で設置された補給部や修理部を十分に警備する必要性が生じた。このため当初は横須賀警察署などから若干の警官を派遣して日本人労働者らの取り締まりを行っていたが、米軍はさらに永久的な警備力を保持して金製品の不正持ち出しや 火災防止の見回りなどを徹底する方針を伝えた。このため、横須賀基地司令部では、1946年6月1日に、市民から30人程度の警備員を募集し、派遣されていた警官と交代させることになった。彼らの身分は一時期武装解除局の管轄下に置かれたが、ベントン・エム・デッカー大佐が基地司令に就任すると、10月にはこれらの、 日本人警備員は警備隊として、アメリカ海兵隊基地経営隊の霊下となった。発足当時の警備隊は100名程度であったが、急速に増員し、参個小隊を要する規模にまで、拡充されていった。当時、米海軍横須賀基地内にはすでに8000人に及ぶ、労働者が勤務していたが、大港地方副音局長であった、カノメの軍歴に目をつけたデッカ大佐は、 日本人による警備隊の編成をカノメに指示した。カノメもこれを受け入れ、1948年2月に自ら警備隊長に就任し、日本人による警備隊の組織化を進めた。警備隊の主な任務は、一段役庫や倉庫の警備、二重要庁舎の警備、三警備艇による海上演団警備、四ジープによる基地内巡回警備等で、 警備管轄区域は、基地内にとどまらず、田浦、追浜、絹笠、栗浜、あず島等の米軍施設所在地一帯と、極めて広い範囲を網羅していた。また、労働者に対するパスの発行や基地に出入りする車両の検査等も警備隊の任務であった。体内教育も徹底しており、7段階の階級制度が定められた。 このように警備隊のシステムを一から構築していったのがかのめであり、警備隊の勤務を通じて、日本人の米人に対する国際信用を高める、対米人をして、真の日本人の特性を理解せしむるというのが彼、自身のモットーであった。ところが1957年頃、病欠者を不当解雇、組合に対する不当干渉だとして、横暴な警備隊長、 カノメ全助スケを追放せよと、全中流軍労働組合横須賀支部から退陣を要求されるという事件が発生した。当時500人の警備隊員が在籍していたが、うち240人がカノメの禁じていた組合に加入し、基地ゲート前で警備隊員が制服姿のままストライキを行うという、前代未聞の大騒動にまで発展した。 呂気書に告発され、さらに治療医にも提訴された四科目隊長であったが、新聞社の取材に対し、組合の要求には応じられない。断じて、自ら身を引くようなことはしない。かのめ善助が64年間、間違ったことは一つもしていない。我々警備隊はマリンに付属している。この組織を乱さんとするものがあったら隊長の責任に、お手断こたる処置を取らねばならぬ。自分たちは、 米軍の一部である。SRF や PW とも、一般労働者とも異なる。そういう自覚が、彼らにはない。処分されるのは当然の帰結であり、体調である自分を不当とするのは、おかしいと断固主張した。当時、カノメの自宅周辺にも、カノメ、バカメと書かれた張り紙をたくさん貼られたと、遺族は語っている。この問題に対し当時の基地指令である。 東霊大佐は、基地内苦情処理係に対し強制労働を強要されたという問題が出されていなかったことは、不思議だとした上で、こちらとしては、カノメ隊長を全面的に信頼しているとコメントした。結局、基地司令が動かないことにはどうにもならず、カノメ隊長の処分は一切なかった。1960年9月21日、カノメ全助は、 現役隊長のまま敗血症で死去した。カのメの実直な性格と勤務態度、強い使命感から彼を高く評価していた米軍は、彼の死を痛み、功績を称え例を慰めるため、基地従業員に対する初めての、そして異例の追悼を、サンセットパレードを、米海軍横須賀基地司令部の主催で言った。サンセットパレードは10月13日夕告。 多くの米海軍士官及びその家族、そして参列者の見守る中、厳粛に行われた。海兵隊音楽隊、海兵隊一個大隊、警備隊二個小隊、そして軍用犬部隊が、関越大のコカノメ隊長夫人を呼び、霊帝の前を粛々と行進して、敬礼を捧げ、WK 打ペンポート海兵隊司令による、日本語の挨拶の後、海兵隊音楽隊により、 日本の楽曲数曲が演奏された。式に参加した、当時の海上自衛隊横須賀地方総監福知信は、日本人に対する異例の式典に際し、日本人としてまた、旧帝国海軍の後輩の一人として、感激の涙を禁ずることができなかったと記している。ありがとうございます。